北山形駅は山形県山形市宮町一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。当駅に乗り入れている路線は全路名称上は当駅の所属線である大宇本線と当駅を起点とするアテラザわ線の2路線である。大宇本線は在来線としての愛称として山形線が設定されている。また、アテラザワ線は当駅から一つ南隣の 大宇本線山形駅まで全列車が乗り入れているほか、大宇本線の一つ北隣にある宇前地と西駅を終点とする仙山線の列車も当駅を経由して、山形駅まで乗り入れている。この両路線は、期間 1435mm の標準機の線路を使用する山形新幹線及び、山形線とは異なり、一般的な JR 在来線と同様に、 期間線6 7ト、mm、ルの強気であるため、両路線の列車は、山形駅東駅右前地と政機間では、標準機と並行して設けられた強気の単線を走行する。宛てら線の途中駅として開業し、後から、大宇本線の列車が停車するようになったという経緯を持っているため、宛てら線の起点は長らく、山形駅になっており、1998年に、 アテラザワ線の起点が当駅に移るまで、山形北山形は、アテラザワ線と大宇本線の重複区間になっていた。地上駅。東口駅舎に接して、単式ホーム一面一線、奥に島式ホーム一面二線、さらに奥に単式ホーム一面一線、ここまでのホームと Y の字をなすようにして、相対式ホーム二面二線と合わせて五面六線を持つ。六番線ホームに接して、 西口の駅舎がある。1.2番線の線路が標準機、他は狂気となっている。5本のホームが長い湖線橋で結ばれている。元来この駅は、あてらざ線路みの停車駅で当時は、今の西口駅舎と5.6番線しかなかった。しかし後に、大宇本線、千山線も停車するようになり、1から3番線と、あてらざ線の4.5番線の Y 字構造になった。 そして山形新幹線の新庄延伸に伴い、仙山線用の4番線ができ、これにより当てら沢線のホームは5.6番線に番号がずれ、最終的にこの駅構造となった。1.2番線を大宇本線の列車、3.4番線を仙山線の列車、5.6番線を当てら沢線の列車が使用している。1番線は一線スルー化されている。1から4番線、 6番線は6両編成に、5番線は4両編成に、それぞれ対応している。山形新幹線開通前までは、1番線は12両編成に対応するなど、各ホームは現在より長かった。1番線の新庄側にその名残が見える。東口の方が利用客が多いため、東口駅舎にのみ駅員が配置されており、駅事務室や友人の窓口などがある。 JR 東日本東北総合サービスによる業務委託駅で山形駅が管理する緑の窓口設置駅である東口と西口の両方に自動券売機がそれぞれ1台ずつ設置されている JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は1552人である山形県内では山形駅、米沢駅に次いで 第3位であり、新幹線が止まらない駅では、最も多い。近年の推移は、以下の通りである。駅東口の小便小僧東口には以前は、交番やバス路線があったが、交番は、山形市、大野目に移転、バス路線は、利用客の減少によって廃止された。交番の跡地は、アパートの駐車場になっており、バス停跡には、 石製のベンチと展示ブロックが残されている。特例として、あてら沢線の普通列車等と当駅を通過する列車総合間を山形駅で改札口を出ずに乗り継ぐ場合に限り、当駅山形駅間は区間外乗車が認められていて、運賃計算には含まれないことになっている。なお、当駅に停車する列車同士の乗り継ぎの場合と、 営業キロ101キロメートル以上の長距離乗車券であっても山形駅で途中下車する場合はこの特例の対象外となり、当駅山形駅間の往復運賃が必要となる。ありがとうございます。